金博氏は、大韓民国の政治家、弁護士、第34代国務総理、最高裁判所判事などを歴任、慶尚南道加藤軍出身、四世代学校卒業、最高裁判所判事を経て、政府公職者倫理委員会委員長、サムスン電子社外取締役、韓国新聞倫理委員会委員長に就任した。近代中政権下で、 李官東が国務総理を辞任して以降、長省、長大官が大統領によって首相に指名されたが、二人続けて国会で指名が得られなかったため2002年9月10日に首相代理に指名された。同年9月18日には北朝鮮との経緯宣伝結工事着工記念式典に出席した。10月から国会で行われた。 人事聴問会が始まり、所得申告縮小疑惑などを野党藩奈良党議員から追記されたが、10月5日に与党民主党、野党藩奈良党などが賛成し、任命同意案が可決され、第34代国務総理に就任した。2003年にロブゲンが大統領に当選し、後見が国務総理に就任しため、2月26日に退任した。社説 首相不在今回で終わるか、東亜日報2002年9月10日3人目の首相代理に、金広市主使政府公職者倫理委員長を指名とは、日報2002年9月10日鉄道、道路の南北連結工事双方で、寄稿式東亜日報2002年9月18日、総理人事聴聞会、金広市主使名者、税務調査受ける中央日報2002年10月1日、 金広首主主代理の任命国会が可決党は、日報2002年10月5日国立墓地を参拝する新内閣党は日報2003年2月28日。ありがとうございます。